皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県モッド続きをプレイしていきたいと思います。で、実はですね、もうあの後、前回の後ですね、プレイをお届けした後、京都、大阪、これを、一度崩れた敵は脆いというところもあってですね、あっさり攻略しちゃいましたので、淡々と進めた部分にはなったので、ちょっとね、省略をさせていただいて、すでに関西、京都、大阪の2大大国は、傀儡国、もしくは群馬、帝国制千葉の勢力圏内に組み込んだと、割譲させたという状況になりました。で、今回からはいよいよですね、北の近い、宮城、岩手、秋田、青森、こういったところとの戦端を開くための戦争準備をね、やっていければいいかなというふうに思っています。では早速、軍を、その北の近いとの国境にね、展開させていきましょう。ここまで、本当に、だいぶ、力をつけてきたというかね、激戦をくぐり抜けてきたという、連中という言い方をすると非常に言葉が悪いですけど、戦い抜いてきた彼らなんで、まずはね、しっかり宮城、この北の近いの中では北海道と並んで、強国中の強国と思われる宮城、これをね、撃破していければいいかなというふうに思っています。で、宮城に関しては、割と都合がいいことに、その群馬帝国からすると、南下する形で攻撃することができるので、師団もね、それに合わせて、我々も展開したいなというふうに思ってます。なんで、まずは宮城を屈服させるというところですね。やっぱり、2正面から攻撃を仕掛けた方が圧倒的に効率はね、もちろんいいので、それを目論んでというところですね。で、宮城を撃破したら、その勢いに乗って、そのまま岩手、青森、秋田といったところをね、撃破していければいいのかなというふうに思っています。なので、もうここは臆せず本当に全軍を投入していくイメージですね。秋田に対しても。で、ちょっと心配なのが海軍の戦力をしっかり、海岸防衛に当てておいて、強襲上陸をかけられないような、そういう準備だけはね、しっかりしておく必要があるのかなというふうには思っています。で、予備兵力を群馬帝国の領内に配置しましょう。で、海軍戦力は、展開できるのは、第1、第2、第3のそれぞれの空母艦隊なんで、これをね、しっかりと配備していきましょう。で、その上で、海岸防衛を行っていくというところですね。で、あとは空軍の配備もしっかりやっておきたいなというところなので、そのあたりもね、忘れずにというところになると思います。第1空母艦隊、さらに第2空母艦隊という形で、海岸の防衛ですね、しっかりやっていきます。で、第3空母艦隊はちょっとね、静岡とかあの辺りの防衛もしておいてあげましょうか。現状だと厳しいかな。こんなところですかね。で、さらに空軍ですね、これもしっかり配備していきましょう。人的資源がないので、まずは大阪方面、関西方面に展開していた空軍戦力、これを一度解体しちゃいましょうというところなんですが、みんなついてるね、ついちゃってるんで、どうしようもないかな。静岡は全部、そうだね、これは国体を解除していきましょう。これで人的資源が多少ドカッと入ってくるんじゃないかな。入ってきましたね。で、あとはこの福島あたりに航空戦力を配備していきましょう。ここはやっぱり近接航空支援機、これを
ガスッと入れちゃいます。であとは群馬が持ってる村山、ここに1400機航空機配備できるので、これも近接航空支援機マーク2、この辺り、ちょっと数が足りない。どんだけ人的資源避けるかってところだな。327機、まあしょうがないね。これを仙台、秋田方面には航空機を配備できないな。これがちょっと吉と出るか凶と出るか謎だな。では時間を進めていきます。ちょっとね、仕事と副業とかバタバタしてしまって、動画の更新がまあ、できるだけ毎日更新できるようにということで収録はしていくんですが、たまに穴を開けてしまうこともあるかなと思うんですけどね、ちょっとそこだけ申し訳ないなというところなんですが、ご了承いただければと思います。もちろんね、全力でやっていきますんで。あとちょっとまだ詳細はね、ミカミックスの方から発表があると思うんですけど、ミカミックスはまたちょっとバカなことというか面白いことを考えてるみたいなんで、ちょっとそっちの動画の方もね、近々ツイッターで、ミカミックスのツイッターで、まあ、告知をすると言ってましたんで、僕のツイッターの方でももちろんその告知が来たらリツイートはするんですけど、もしね、ツイッターフォローしてもいいよという方いらっしゃれば、ぜひぜひ、動画の説明欄のところにツイッターのリンク、僕の分とミカミックスの分両方貼ってありますんで、ちょっとね、覗いてみていただければ嬉しいなというふうに思います。で、今群はですね、関西方面からドカドカドカーっと、宮城、秋田の県境、国境に展開中です。で、ちなみにですね、この宮城に対して戦争工作をするとどれくらいかかるかというのをちょっと見ておくと、どうだろうな、名取に対して125日もうやっちゃいましょう。4ヶ月かかるということであれば、もうすぐにやる。秋田に関してはどうだ、ちょっとこれも見ましょうか。秋田に対しても160日ですね。まあ、宮城の改善すれば当然、その同じ陣営に属している岩手、秋田、青森、北海道、これは漏れなく参戦してきますんで、まあ、宮城だけにね、宣戦布告しておけばいいかなと思います。もうこれが本当に決戦ですね。今だと陣営でいうと関東中枢連邦、もうもはやこれは関西まで完全に勢力を伸ばしきってますけど、群馬帝国、あとは千葉県が、まあ、主にね、名主的存在になっているこの関東中枢連邦と、あと北の近いですね、先ほどご紹介した北の近い、まあ、ここが大きな、まあ、陣営になっていて、その他はね、一国で、まあ、一つの県かな、で陣営には属していないので、まあ、今後の流れとしてはですね、まあ、北の近い、これと先端を開いて、もちろん勝つつもりなんですが、これに勝ってさらに、まあ、この陣営内での勢力争い、ここでしっかりね、千葉県が群馬に対して優位に立った上で、いよいよ群馬との最終決戦と雌雄を決するっていうのをね、ちょっとやっていければいいかなというふうに思ってますんで、まずはこの北の近いとの戦争で、まあ、少なくても群馬帝国よりも戦勝ポイントを稼ぐというのがね、疑問になってくるかなと思ってます。師団の方も、まあ、増やせるだけ増やしてはいくんですが、結局人的資源が今画面の左上出てますけど0人なんで、まあ、ここをねちょっと解決していかないことには始まらないかなというふうには思ってます。ではちょっとこのままね、回線のところまで、ドカドカドカと進めていきたいと思います。
い、では、北の近いとの宣戦布告ができる準備が整いましたので、早速宣戦を布告していきましょう。陣営同士の戦いへと引きずり込みます。で、あとはですね、実はこの後の群馬との雌雄を決する対戦のために、群馬との国境に優先して、陸上要塞を築いています。まあ、本来だったらね、岩手秋田との国境に築くべきものではあるんですけど、あえて、この先の群馬との戦いを睨んで、群馬との国境に要塞を築いています。この時点で怪しまれてもおかしくないとは思うんですが、さあでは戦いをしていきましょう。なんかちょっとね、どういう戦いになるか少しわからないところではあるんですけど、もちろん勝つつもりでね、やっていきましょう。今のところじわりじわりと、戦線を広げつつあるというところでいいのかな。問題は秋田の戦線、岩手の戦線と2正面での戦闘を強いられているので、ここをね、いかに早く突破できるかというのが一つポイントにはなりそうです。で、予定通り宮城に対しては会津、福島の方面からと、あとは群馬帝国が持っているね、北側から攻撃するという意味で、二正面作戦ができているのでいいのかなというふうに思います。山形方面、福島方面から宮城に対しては攻撃が入っているという状態ですね。一方秋田の方がちょっと苦戦かなという感じですね。海戦の方はというと、順調にいい勝利を重ねていってくれているのかなというところです。問題はやっぱり秋田の戦線だね。ただこれも宮城の戦線が有利に進めば、当然、秋田岩手に対しても圧力をかけられるし、戦線が有利に進められるようになるというふうに踏んでますので、戦線が今一番伸びきっている状態なので、これをね、徐々に縮小できる、我々にとって有利な方向に縮小できるというふうに踏んでるので、まずはね、宮城の方をしっかり撃破していきましょう。で、群馬にあまり多くね、活躍されても困るので、もちろん我々が積極的に勧誘していく、勝利していくというのが大前提にはなってきます。ほぼほぼもう研究もね、マックスまで入ってる状態なので、もうあとこっから先は本当に、ドクトリンとかをね、中心に研究を進めていきましょう。各国からのレンドリス、これは積極的に支援を受けましょう。もう徴兵もね、大規模徴兵は必要ないので、人的資源にもね、多少余裕は出てきているので、必要なところに必要な人材を投入できるという状態が常にね、維持できる状態に、持っていければいいかなと思ってます。さあどうだ。宮城に対しては岩手まで突き抜けたいな。群馬が先に来るとね、ちょっと突き抜けようがなくなるので、しっかりとそこは先にね、群馬に先んじるという動きが必要なんですが、ちょっと苦戦かな。このままというところなんだけど、もうちょっとスピード上げたいよね。そうすると、できるだけスピードを持って生死にかかりたい。あと研究系入れておきたいのはもうあんまりないんだよね。装備転換といっても、もう装備もね、ほぼほぼ完成しきってるっていう部分はあるんで。それにしても秋田硬いね。ちょっと秋田の戦線見ますか。秋田の戦線を見ると、もちろん有利には進めているんですが、正面戦闘幅80に対して、同じぐらいの手段投入している感じかな。で、もちろん我々はね、ここまで戦争に次ぐ戦争を行ってきているので、戦術レベル、作戦レベルは圧倒的に高いと
という状況なので、まあじりじりと敵を追い詰めていける状況が作れればいいかな。秋田方面に関してはまずは宮城、これ仙台まで一気に行きたいですね。で仙台、まあ、つまり宮城が落ちたら岩手秋田というところに戦力を集中できて戦線が少し短くできるかなと思います。であとは、ここに展開しているのがどうだろう、岩手秋田以外に北海道とかの軍がどういう動きをしているかだな。ちょっと戦争を確認します。師団数でいうと、まあ、マックス580、まあ、一方関東中枢連邦はその3倍1500の師団、まあ、もちろん師団のね、あの構成とかにもよるとは思うんですが、まあ、そういう状況ですね。で、群馬帝国の戦争貢献度が 28% で、我々はというと 59%、 いわきの国が結構頑張ってんだよね。で群馬帝国には絶対に勝たせるわけにはいかないので、ここはなんとか千葉県勢が有利な戦いができる状況を作っていく必要があります。まあ、まずは気仙沼に首都を移してますね。宮城県はすでに、仙台は陥落というところです。いや本当にそれにしても硬いわ。秋田はさほど大規模な軍勢を投入しているようには見えないんですけどね。秋田はあと注意しておかなきゃいけないのが、レジスタンスぐらいかな。まあ、レジスタンス対策っていう意味ではちょっとね勉強不足で、お恥ずかしいところではあったんですが、割譲させたところにはもうレジスタンスは湧いてこないという話だったので、もうね彼らは憲兵部隊は憲兵部隊として新しい認知へと赴いてもらいます。騎兵 MP 部隊、まあ、主にレジスタンス対策のために入れた MP 部隊なんでね、ここはしっかり役割を果たしてもらいましょう。宮城の戦線は有利に進めてますが、どうだろうな、秋田の方がちょっと厳しいっていうのと、なんか宮城に強襲攻撃かけられてるね、群馬は。まあ、群馬は海軍そんなに強くないと思うんで、まあしょうがないかな。お、ここ海戦でちょこちょこ負けてるところあるね。中身確認しましょう。それなりに沈められてるんだな。いや結構失ってるね、こうやって見ると。もちろん勝ってる戦いもあるんですが、敵の航空機との、まあいわゆる航空戦で、ちょっと負けているところがあるのかもしれない。ただここは負けるわけにはいかないんでね、しっかりと青森も、軍艦投入してるね。青森もそれなりに強そう。いや本当に群馬アホすぎるな。宮城に強襲上陸かけられてますね、日本海側から。でそれにしても本当に秋田が硬い、硬すぎる。戦争の状態見ると
千葉県の戦争への貢献度が 60% で、群馬が32と、じわりと少し数値を上げてきましたね。さすが群馬。まあ、このままいけば宮城は確実に撃破できるでしょうという情勢で、秋田に関してもまあじわりというところだと思うので、この先やっぱり秋田、岩手、青森、ここまで一気に飲み込んで北海道に対してまあどう戦うかというところですね。北海道に対してはどうしても強襲上陸をかけざるを得ないので、まあ、輸送船の数はもちろんなんですが、部隊をねまた小分けにするというちょっと面倒くさい作業が出てくるんじゃないかなというふうには思ってます。これねトンネル通ってないんだよね、きっとね。トンネル通っててくれれば、トンネルを使ってゴリゴリと入っていくだけで済むんですけど。さて、ではね、ちょっとこのまま戦線が押し上げていくという状況だと思いますので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この続き、宮城、秋田、岩手、青森、北海道というね、4つ5つかな、あの国々との陣営同士の戦争、これをやっていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。